大谷翔平、トレーニングのルーティンを崩したくないので、紅白歌合戦の審査員は断ります。各テレビ局は、大谷のインタビュー、あわよくば、バラエティ番組への出演を何度も依頼しましたが、すべて断ったと聞いています。ある局は、たった一度の出演に数百万円を提示しましたが、トレーニングのルーティンを崩したくないと、断られたそうです。You know, キャラテイク、さすがや、なんで歌番組の審査を大谷がする必要があんねん。野球以外の趣味ないんか？実は1日3時間以上ネトフリ見てるとか、大谷ってめちゃくちゃ真面目だよな。昔出てたぞ、ガッキーと並んでて絵面が綺麗やった。どっちもかわよ、そらガッキーやし特別やろ。ゲスト審査員はもう一回やったしな。と翔平はこうでなくっちゃよ。ぶっちゃけ昔ならともかく、もう、そんな、スター呼ぶほどの大層な番組じゃないでしょ。大谷いても浮くわ。打席の出囃子にしてたし、呪術の ED の人呼べは、ワンチャンあったんちゃう？メディアでアピールするのも、プロの仕事なんやが、バラエティとかは全する上は、そもそも、最近の日本の曲わからんやろ。米津とグレイ聞いてる絵打てた。当たり前だろ、大谷はアスリート、自己管理できて目の前の欲に飛びつかないクソ真面目。オフは割とバラエティ出たがりなイメージあるが、たけしの番組とかも出てたろ。前剣でいいやろ。ガッキー結婚したからなえたんやろ。こういう仕事は国民栄誉賞もらった OB とかがやればええんやないの。野球に心も体も支配されてるやん。年越しを一緒に過ごしたいんやろな。かっこいい。MLB の選手もよく大谷のルーティンを褒めてるけど、裏を返せば脅迫的なトレーニングにドン引きしてんのかな。大谷についてコメントするやつ絶対トレーニングの姿勢に言及するからな。野球星人で有名なんやろな。Y なんか呼ばれるわけないが、平成最後の年くらいの豪華なメンツだったら行きたい。野球をするために生まれた野球星人、